ジェファーソン・デイビス、ジェファーソン・フィニス・デイビス、ジェファーソン・フィニス・デイビス、1808年6月3日から1889年12月6日は、アメリカ合衆国及びアメリカ連合国の軍人、政治家。政治家や軍人として様々な経歴を重ねているが、歴史上においては主にアメリカ内戦、南北戦争の際に分離独立したアメリカ連合国における、 唯一の大統領として記憶されている。米国陸軍士官学校、ベストポイントの士官候補生として歴史上に現れ、一時的な退役期間を挟みつつ、米国戦争でミシシッピ州義勇軍を指揮し、戦後に政治家へ転身してフランクリン・ピアーの秘書となった。政界ではミシシッピ州選出の下院議員となり、さらに上院議員へ転じて、 上院軍事委員会委員長を務めた。また、政界における恩人であるピアースが合衆国大統領に就任すると陸軍長官として入閣を果たした。南部分離に関する政治対立が決定的になるとデイビスは南部出身者として、また南部諸州の一角を占めるミシシッピ州の代弁者として立場を決めねばならなかった。デイビス個人は 内戦やその根源的な理由である奴隷制維持を支持しなかったが、文献論者として、地方政府が中央政府から離脱することは、連邦制における自治権の範囲であると結論した。1861年1月21日に、デイビスはミシシッピ州の連邦離脱を支持する演説を行った。あと、自らも合衆国議会の議席を放棄すると宣言した。 1861年2月18日、アメリカ連合国が組織されるとデイビスは、連合国臨時議会により、暫定大統領に選出され、同年の間に、世紀の初代大統領、任期6年に就任した。連合国大統領としてデイビスは開始された、南北戦争における国家指導を担当したが、総論から言って連合国より、はるかに豊かで、 また政治的にも結束している合衆国に対抗する方策を見つけることできなかった。外交面では欧州の有力国からは何の支持を得ることもできず、経済面でも独立によって混乱する南部経済の組織化に失敗し、キューバをしのぐために行われた紙幣乱造は南部独立通貨の価値不安定化させた。統率面でも歴史学者によればデイビスの性格や気質は 国家指導者として不利に働いたと評されている。デイビスはどんな祭事でも自らの手で決裁することを望み、極端に委任を拒む彼の行動は、しばしば各部門の責任者との衝突を生んだ。またお世辞にも、入話とは言い難く、むしろ神経質な人嫌いであったデイビスは、民衆からの人気も今一つであり、本人も国民に好かれようと努力しなかった。気難しい性格は、 人事面にも悪影響を与え、自らの幸運感情より能力の有無を優先するという冷静な判断に欠けていた。敗戦後の1865年5月10日、デイビスは先般として合衆国政府に拘束されて国家反逆罪に問われ有罪にはならなかったものの公職就任の資格を剥奪された。戦術の通り、デイビスは 民衆と距離を置いた指導者であったため、連合国国民の愛国心は主に南部連合軍、総司令官ロバート・イ、e、ーリーに集まる傾向が見られた。しかし戦後に開始された合衆国によるレコンストラクション、南部占領統治への反対など、南部に順じ続けるデイビスの姿は、旧連合国住民から強い尊敬を集め、唯一にして最後の連合国大統領は、 かつての国民から敬愛される存在となった。今日、デイビスは南部独立に生涯を費やした人物として、それを押しとどめようとした北軍に立ち向かったリーと、美南部人から最も尊敬される偉人となっている。補足近年、バチカンのアーカイブで1863年にリンカーン大統領がローマ法をピウス旧世に送った手紙が発見されている。手紙は、 公式なもので、彼のサインが手紙とは別色のインクでなされているところから、彼の秘書に口実して書かれたものと判断される。書かれた時期は、南北戦争の真っ最中で、南軍が北部に侵入し、25万人もの死者が出ているにも、かかわらず、全くの外交的内容で、残酷な戦争に関しては、一切触れていない。同時期に、南部のデビスも、 ピウス九世に手紙を書いている。デイビスの手紙は、リンカーンの手紙とは全く逆なもので、自分で書いた個人的なもので、戦争の悲惨さを訴え、罪もない市民が殺されていく現状を鮮明に書き表したものである。彼の手紙の意図は、ローマ法王に南部を国家として認めてもらおうとしたことと考えられる。驚いたことに、数ヶ月後に、ローマ法王は、デイビスを クリシディ・フォーデ・ラターラム・アメリケ・イリージェナムすなわち、アメリカ連合国大統領と呼び、返事を送っているので、ローマ法王が南部を国家として認めたものと、受け取ってよい。これは、ワシントンとバチカンとの外交上の危機が現れたことを、意味する。ただし、膨大なバチカンのアルヒーフの、から今までに発見された手紙は、この2通のみなので、それ以上の詳細は不明であるが、この2通の手紙は、 リンカーンとデイビスの人柄を語っている。なお、バチカンのアルヒーフのすべては、ナポレオンによって略奪され、パリに移動されたことがあり、ナポレオン失脚後にバチカンに戻されるが、資料が多すぎて移動が大変だったために、その一部がパリの店屋に野菜や魚の包装仕様にと売られたりもした。戻った資料は、膨大すぎて、まだに整理されていないので、どこに、 何が隠されているのか、未だにわからない状態である。ちなみに、法王の手紙は、その死後75年間は、ロックされた場所に隔離され閲覧できなくなっている。1808年6月3日、サミュエル・エモリー・デイビス、1756年から1824年、と、その妻ジェーン・デイビスの罰子として、ケンタッキー州クリスチャン軍に生まれた。デイビス家は、 ウェールズ系移民の一族であり、祖父エヴァン・デイビスの第二、アメリカ移民し、父・エモリーは、おじと共に、大陸会議派の義勇兵として、アメリカ独立戦争に加わったほか、兄の何人かは、米戦争に参加している。一族は、メリーランド州やペンシルベニア州、バージニア州などを転々としていたが、ジェファーソン・デイビスが生まれた時には、母方の実家のある、ケンキー州へ移住していた。 デイビスの生まれは、ケンタッキー州であるが、幼少期に、一家は二度にわたって他州へ移り住んでいる。一度目は1811年の、ルイジアナ州セントメアリー軍への移住で、二度目は1812年の、ミシシッピ州ウィルキンソン軍への移住であった。1813年、小さな農園の所有者となった一家は、ミシシッピ州に腰を落ち着け、 デイビスもミシシッピ州民としての貴族心をくじとなった。ウィルキンソン軍学校で初等教育を開始したデイビスは2年後にドミニコ会のセントローズ修道院が運営する寄宿学校に入るためにケンタッキー州へと戻った。ちなみに一家は米国政公会に属していたためカトリック系学校では珍しいプロテスタント系の制度であった。を経てに進み、 1824年に陸軍士官学校への入校推薦を受けた。士官学校では重要な成績を収め、1828年6月に33名中23位の席次で卒業した。小委任官後は第一不評連隊に配属され、ウィスコンシン州クロフォード要塞に駐留した。最初の任務は1829年に、取の修理及び拡張のために、 レッドリバー堤防の材木切断を監督することで、あ。同年に、ビネベーゴ要塞に転属となるが、1831年に、イエローリバーの製材工場の建設及び監督の間に廃炎に罹患して、クロフォード要塞に帰還した。1832年、ブラックホーク戦争が始まるとデイビスは直接、戦場に従軍する機会は与えられなかったものの、 上官であるザカリー・テイラー大佐の命令で捕獲された,た、ブラック・ホークのご創薬を無た。ブラック・ホーク戦争の縁がもとで、テイラーの娘であると恋仲になったデイビスは、結婚を申し込むが、テイラーは、結婚に反対した。1835年6月17日、軍を除隊したデイビスはサラと、駆け落ち同然に結婚して、妻のおばにかくまわれて、 新婚生活を始めたが、結婚生活はサラがマラリアを患って創生したことであまりに早い終わりを迎え。妻の死後、デイビスは一転して無口で寡黙な性格に表現して、塞ぎ込んだままに、ミシシッピ州のウォーレン群で一軒家を買い取ると、そこで周囲との連絡を一切絶って、ヨステ人のような生活を始め、塞ぎ込んだデイビスは、 他者との交わりも避けて、読書や学問に没頭するイントン者としての生活は、実に8年間にもわたって続けられた。イントン生活を続けるデイビスの拠りどころは、知識収集であったが、その中でも特に政治学と歴史学に強い熱意を注いでいた。何時しかデイビスは、兄のジョセフらと政治闘技に興じるようになり、社会活動への熱意を取り戻し始めた。 1843年、デイビスは兄と同じ民主党に入党して政治活動を開始、退役軍人としてミシシッピ州の連邦会員選挙に出馬した。また政略結婚として有力政治家の孫娘であったバリナ・ハウエルと再婚6人の子供を設けた。1843年、デイビスにとっての最初の選挙は落選であったが、1844年に、 再出馬した時には、当選を勝ち取り、ミシシッピ州選出の下院議員として、連邦議会に加わった。議員当選から2年後となる1846年、メキシコ政府との間に、米国戦争が勃発すると、再びデービスは、広報での政治活動よりも、軍部への復帰で貢献したいと考え始めた。1846年6月、任期途中で議員を辞職して、 ミシシッピ州の義勇軍、州軍に志願したデイビスは、元士官としての経験を買われて、義勇軍大佐に任命され、連隊の指揮官として前線に復帰した。1846年7月21日、デイビスは、ミシシッピ義勇連隊と共に、ニューオリンズからテキサスへ回路を使って上陸した。連隊兵は当時としては新式であった、大貫銃の装備しており、デイビスは装備の利点を、 最大限に活用して、メキシコ軍に効果的な打撃を与えることに成功した。1846年9月、デイビス率いるミシシッピキュー連隊は、モンテレーの戦いに参加し、1847年2月22日に、両軍の決戦となったブエナビスタの戦いでは、少々となっていたザカリー・テイラーの指揮下加わった。デイビスはブエナビスタで、 メキシコ軍相手に有望な戦いぶりを見せ、自身も足を負傷しながらも、兵を鼓舞して、メキシコ軍に決定的な打撃を与えることに、貢献した。戦いを指揮していたテイラーは、娘は私よりも勇敢な男を見る目があったと、称賛した、伝えられている。ジェームズ・ポーク大統領は、ブエナビスタの戦いでの戦勝を高く評価して、大統領令によって、 デビスを義勇軍巡省に昇格することを考えた。しかし合衆国憲法は義勇軍の人事権は連邦政府ではなく各州政府にあると定めており、デビスは各州の自治権を侵害しかねない人事案を拒否している。キューバの合衆国合流を目指していた政治家ナルシソ・ロペスはロバート・イーリーにキューバ独立軍の軍事顧問に就任するよう打診したことで知られているが、 デイビスにも同様の働きかけが行われている。しかし両名ともに職務との兼ね合いから独立軍への参加は難しいと返答している。デイビスは上院軍事委員会の委員長に就任した。彼は上院議員に再選されたが1年も経たない1851年9月にミシシッピ州知事選挙に出馬するため議員を辞職した。しかし、 知事選挙には999票差で敗れた。彼はポストを失った後も政治活動を続け、1852年の大統領選挙では民主党の候補であるフランクリン・ピアースのために南部諸州で選挙活動を行った。ピアースは大統領に当選するとデイビスを陸軍長官に任命した。1857年の大統領選挙ではピアースに 代わりジェームズ・ブキャナンが民主党の大統領候補とな、当選したが、デイビスは内閣には留まらず、上院議員選に立候補して当選した。1858年から1859年にかけてデイビスは、健康を害し、北東部で西洋していたが、その間に何度か議会外で、南部の分離運動に反対する演説を行っている。1860年には、 反奴隷制派政権の誕生への奴隷制維持派の危機感の高まりから南部での分離運動はさらに強くなり、現実に共和党、反奴隷制派の候補であったエイブラハム・リンカームが大量に当選するとサウスカロライナ州は連邦からの分離を宣言した。デイビスは南部諸州が分離することが必要とは考えなかったが、憲法上の理由から各州が 連邦から分離する権利を認めたようである。1861年1月、デイビスは連邦上院においてミシシッピ州代表として連邦からの分離を宣言し、決別演説を行って議員を辞職した。辞任の4日後、デイビスは南軍の義勇軍少将としてミシシッピ州軍の指揮官に任命され、これが連合国政府との最初の明確な関わりとなった。 1861年2月9日、アラバマ州のモンゴメリーで暫定的に設置された連合国憲法制定会議。実質的なアメリカ連合国の準備政府は、ジェファーソン・デイビスをアメリカ連合国の暫定大統領を指名すると発表した。デイビス個人は南部分離と内戦に強く反対する立場であったが、各州の自治権を認める文献論者として、 ミシシッピ州全体の決定に従い、連邦議会で同州の連邦離脱を宣言する役目を担ったという権威があった。ゆえに分離政府の元首に指名されたことに対してもしばらく回答を留保するなど慎重な姿勢を見せたが、最終的に1861年2月18日に要請を受託して連合国暫定大統領へ就任した。暫定大統領就任後、 デービスは連合国と合衆国との協議の場を設けるべく議会の許可を得て外交施設団を創立した。1861年3月、外交施設団はサムター要塞の戦いの前にワシントン DC に向かう手はずになっており、予定では南部諸州における連邦政府の直轄資産を全て接収ではなく国費を投じて合法的に購入したいと申し出るなど、 可能な限り連邦政府からの平和的離脱をメッシジになっていた。しかし逆に言えば外交施設団は南部側の交渉条件として再統合を出すことを禁じられていたわけであり、連邦政府内の自治権拡大で決着を望んでいた合衆国政府との議論は期待きなかった。また、デイビス自身も融和政策の一方で PGT ボーリガード大将を南軍総司令官に指名し、 密かに海戦に向けた準備を始めさせていた。ボーリガード大将は、サウスカロライナ州のチャールストンに軍を集結させると、南部側の国境要塞で唯一南軍への合流を拒否していた、サムター要塞の武力接種を政府に提案した。デイビスは連合国暫定大統領として、サムター要塞攻撃を許可する政府の閣議決定を承認している。 1861年4月12日、サムター要塞に対して、南軍が砲撃を開始、実質的に両国は内戦状態に突入した南北戦争。開戦からほどなく中立を維持していたバージニア州がアメリカ連合国に合流すると、デイビスは連合国の首都モンゴメリーからより北方となるバージニア州リッチモンドに戦とした。 建設されていたバージニア州議会議事堂が連合国政府の新しい連合国議会議事堂として使用され、デイビスが執務室を構えた議事堂からにブロック北の古典主義式の邸宅はと呼ばれた。1861年11月6日、連合国議会はデイビスを任期6年の初代大統領に選出。1862年2月22日に 大統領就任式が行われた。これにより正式にアメリカ連合国が発足し、デイビスも名実ともに新国家の初代元首となった。1862年6月、戦争が激化する中で主要戦線の一つで歩きた、バージニア戦線の総司令官ジョセフ・ E ・ジョンストン、大将が負傷する事態が発生したとき、おそらく人事面で、 最も成功した決断となるロバー・イーリー大将を北バージニア軍に抜擢する決断を下した。それまで大きな役割を与えられていなかったリー将軍は北軍に対して大きな軍事的功績を挙げ、戦局を大きく覆す勝利を得た。気難しく周囲の閣僚や高官たちを信任しなかったデイビスはしばしば独断で戦争政策を取り決めたがリー将軍の提案に関しては 信頼を寄せ、これを容認することが多かった。1862年12月、デイビスは自ら西部戦線の前線を視察して、兵の越兵を行うなど、前線の指揮を鼓舞するために労を払った。彼は連合国が国家資源や国力の面で、そもそも合衆国に大きく差をつけられることを理解しており、連合国が合衆国から対外的な独立を維持するには、 危険な構成には転じず、徹底して戦略的防御に徹し続けることが唯一の方策であると結論していた。デイビスのこうした自給主義は連合国軍の基本路線となり、特に輸送路の要である首都リッチモンドの防衛には全力を注がねばならないと考えていた。しかし南軍が優勢に転じて合衆国政府に動揺が広がるのを目の当たりにすると、次第にデイビスも 首都ワシントンの占領による講和という短期、決戦論に傾き始め、軍による構成計画を承認する決断を下した。そして、構成計画は戦力に勝る北軍の前に頓挫して、アンティータムの戦いとゲティスバーグの戦いで破局を迎える結果となった。1863年8月、リー将軍は二度にわたる構成作戦の失敗から退任を自ら申し出たが、 デイビスはリーを移流することに努めた。歴史学者たちの幾人かは、デイビスが人事面で実力の有無より自身が、信頼するか否かで決断を下したことと、戦時下での経済拡充を最初から放棄していたことを、適切な国家指導ではなかったと指摘しいる。戦争後期までデイビスは連合国大統領が、軍の最高指揮官を兼ねることを必要し、効率面から、 連合軍最高司令官職を創設すべきとする意見を却下し続けた。1865年1月31日になって、ようやくデイビスは信任する D 将軍を連合軍最高司令官に任命したが、あまりにも遅すぎる決断であった。またデイビスは時給戦に備えて、あるいは強度防衛の色合いが強い南軍が結束を失わないように、 南部連合国の領土をできる限り失わない配慮をしたが、これはデイビス自身が理解していた連合国の乏しい資源をさらに分散させることと同義であった。さらに当初の時給路線を支持する論者からは、最終的にリー軍に解き伏せられる形で構成計画に転じ、軍の短期決戦論を抑えられなかったと批判される傾向にある。 恣意的な人事については、米国戦争以来の名優である、ブラックストン・ブラック将軍を重要な回戦で失策を犯して司令官たちの信頼を失っているにもかかわらず交代させることを却下している。逆に実績があるものの反りが合わなかった、ジョセフ・ジョンストン将軍を更迭して、ジョン・ベルフット将軍をテネシー軍司令官に任命している。後にフットは、 アトランタ疾患とテネシー軍の壊滅という失態を犯し、後に再任されたジョンストン将軍は、ウィリアム・シャーマン将軍率いる北軍を撃破せよとの命令に対し打撃を受けた自軍では、シャーマンを悩ます程度のことしかできないと返答している。内政面ではデイビスは、自らも退役召喚ということもあり、兵士や士官への一兵や激励に老を厭わない。一方、 国民に向けて熱心な演説を行うことはあまりなかった。戦争を通じて高まりつつあった連合国国民としての一体感や国家主義的な雰囲気をデイビスは有効に活用することをしなかった。デイビスは民衆を奮い立たせるような演説を得意とせず代わりに運命に従って死に向かうように悟すことが多かった。デイビスは二度にわたる前線への越兵を除けば派手な。 自由行為をほとんど行わず、リッチモンドでの実務に情熱を傾けていた。新聞などの報道機関は、未発達で、地方では十分に首都における大統領の動向を広めることができず、選挙区が悪化するにつれて大統領への不信感を根付かることになった。また、国内の戦時経済は日に日に悪化していき、1863年4月には、 首都で大規模な食糧暴動が発生している。デイビスの気難しさは最も近い立場であるはずの副大統領アレクサンダースティーブンズとの口論まで生み出した。独立心の旺盛さから南部連合に加わった各州の政治家たちとの協議もニューアサに欠けるデイビスとの論争で暗証に乗り上げることが多かった。1865年4月3日。 首都リッチモンドの防衛が不可能となるまでに衰退した南軍はついに首都防衛を諦めて撤退を開始しデイビスも閣僚陣と共に列車でリッチモンド南方のダンビル市に政府機能を移動させた彼はダンビルで連合国大統領として最後となった公文書を執筆すると北軍の追撃を逃れるためにバージニア州から離れて より遠方のノースカロライナ州に向かい道州のグリーンズボに到達したところで、李将軍から合衆国軍の総司令官、グラント元帥へ全軍降伏を行うとする報告書を受け取った。連合国軍総司令官の地位にあった李将軍による降伏が宣言されてなお、連合国国民の多くは、抗戦意思を残していた。ルイジアナ州シュリーブポートで開かれた民衆集会では、 デイビス政権は北軍の抵抗を続けるべきであり、連合国国民はそれを支持するべきとの声が次々と上がった。実際に政府内ではデイビスら閣僚陣をキューバに移動させて、そこにアメリカ連合国亡命政府を樹立し、北部の占領統治に対する民衆の抵抗を指導する計画があったと言われている。事実はともかくデイビスは閣僚と共に、 各州の支持者から支援を受け、自らの支持基盤でもあるミシシッピ州へと向かっていたと思われる。しかし1865年5月5日、ジョージア州で北軍による追跡の手が迫り、もはやこれ以上の逃避業は無意味になりつつあった。支持者から提供されていた邸宅でデイビスは閣僚たちを集め、最後の閣議を開いて連合国政府の解散を宣言し、 その5日後の1865年5月10日に、ジョージア州、アーウィンビルで、郵政長官、ジョン・レーガン、全テキサス州知事フランシスラ・ボックと共にこうされた。この時妻が所有していたオーバーコートを寒さをしのぐために肩にかけて歩いていたが、以前から北部政府による南部批判の一環として、デービスへの抽象が行われており、この一件も北部の新聞では、 助走してまで逃げようとしたと歪曲される中傷を受けた。1865年5月19日にデイビスは、バージニア海岸にあるフォートモンローに収監され、それから2年間にわたって、国家反逆罪の審議が終了するまで拘束された。最初の3日の間は、鉄の重りが足に結びつけられていたが直に外され、警備兵付きながらも、比較的に自由な生活を許された。 拘束から1年後には国家反逆罪での起訴が決まり、デイビスはすでに解放された身となっていたが、依然としてデイビスに従っていた元奴隷の使用人の手を借りて、ミシシッピ州の不動産などをすべて処分させた。翌年、連合国大統領の保釈を求める運動が起き、ホレス・グリーリー、コーネリアス・バンダービルとガーリット・スミスを含む北部、 南部州の著名な国民によって支払われた10万ドルの補金により、デイビスは要塞から解放された。発釈中、デイビスはカナダやキューバなどの近隣地域を訪問した後、在職中には叶わなかった欧州諸国への歴訪を行った。1869年2月、合衆国議会でデイビスへの基礎を取り下げるべきと素動議が出され、 議案自体は否決されたもののデイビスへの国家反逆罪に関する基礎は実際に取り下げられた。自由の身となったデイビスは旧連合国支持者のネットワークからテネシー州メンフィスに本社を置くノースカロライナ保険会社の顧問に招致された。さらにテキサス工科大学からは学長に打診されたがこれは辞退している。1876年デイビスは 対南米貿易奨励協会を発足させ、南米貿易の拡充を主張する形で、部分的に政治活動を再開した。その後もデービスは、欧州と南部を往復しながら、政治活動を続け、連合国時代の回想録となる、アメリカ連合国の攻防を執筆するなど、連合国の大義を訴え続けた。失われた連合政府の大義に準じる彼の姿は、 南部の民衆に深い敬意を抱かせ、また敗戦の痛手が残る南部諸州を幾度にわたって歴訪することで、戦時中にはなかった民衆との結束が深まっていった。南部人の間に、諸位、南部の失われた大義論が形成されていく中、デイビスは高潔で、理想主義的な人柄と南部諸州の自治のために生涯を費やした姿から、 連合国国民にとって誇るべき指導者であったとみなされた。南部諸州を歴訪する旅で彼は各州の旧連合国を忍ぶ集会に招致され、民衆から温かい賞賛とねぎらいの言葉で迎えられた。1889年10月、デイビスは南部連合国に関する記録である南部連合の物語を書き終えた2ヶ月後、ニューオーリンズで81年の生涯を閉じた。 彼の葬儀は南部出身の偉人たちの中でも特に大規模であり、ニューオーリンズからかつての連合国首都であったリッチモンドに至るまで各地で壮烈に人々が加わり、大勢の参列者がデイビスの死を痛みとむらった。意外はニューオーリンズにある北バージニア軍の戦没者墓地に埋葬されたが、1893年に 夫人の要望でバージニア州リッチモンドのハリウッド墓地に葬された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。